下部隊は通常同じ家宝の仲裁ごとに陣地を占領し受領します。山すぶれてるじゃん。会場広場の203ミリ自走榴弾砲および FH70 と攻防の陣地に展開している中隊主力もしくは大隊主力が出撃し三段山に同時に乱落させます。はじめに203ミリ自走榴弾砲による集中射撃をご覧いただきます。FH70 による射撃をご覧いただきます。いやー、それどこそれ5門の火砲を基準とする中隊もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲を基準とする中隊の射撃を行います。